4デラックスのロゴシネマサンシャイン平和党の4デラックスシアターの座席安城コロナシネマ4デラックスは韓国 CJ グループ参加の CJ4 ドプレックス社が開発した映画館用の環境効果技術であり 4D 技術の上映などに使われる映画上映時に標準の映像音声に合わせて座席稼働や環境効果が体感できる効果は前後上下左右への動き 背中への衝撃、地響き、耳、首筋へのエアー、足元に何かが触れるような感覚、風、水、霧、雨、嵐、雪、香り、煙、フラッシュ、バブル、熱風など、劇場自体に専用の技術装置の設置が必要。同種のライバルとしては、米メジアマチオン社が開発した MX4D があり、両社を合わせて 4D 上へと総称される。 特殊効果の種類は劇場によって異なり、最近になって導入された雪、熱風などは4デラックスシアターの中でも一部でしか装備されていない。蒸気のように4デラックスとは、上映に付随したスクリーン以外の演出システムであって、3D 上映という意味ではない。そのため、4デラックス 2D と4デラックス 3D の二通りの上映形態がある。 2009年のセンターオブジアースに大韓民国の映画館 CJ、CGV が世界で初めて導入。これまでに韓国国内だけでも50本上映された。水しぶきや風が出るほか座席が上下左右に動くのが特徴。2018年現在世界59カ国地域以上で導入されており、日本では2013年4月に中川コロナシネマへ、 導入されたのが初となる。以降、コロナワールドやシネマサンシャイン、ユナイテッドシネマ、イオンシネマ、109シネマズ、US シネマ、メキシコのシネポリス、イギリスのシネワールド、アラブ首長国連邦のボックスシネマズなどで導入されている。韓国内では CJ、CGV 自体が CJ グループということもあり、その使用感の独占導入だが、 韓国外では一部シネコンチェーンのライセンス契約によって導入されていることから同じ国でも複数のシネコンチェーンが導入することもある。また一部映画館では4デラックスとスクリーンクスを組み合わせた4デラックススクリーンとして運用されているところもある。新機能スライドツイストを搭載した4デラックスマックスシートが2020年6月 ユナイテッドシネマとヨハシ18に日本国内で初めて導入された。2021年10月現在、日本国内には29都道府県64カ所の映画館で4デラックスが導入されている。そのうち4カ所はスクリーンクスと組み合わせた4デラックススクリーンである。ありがとうございます。